自民党は先ほど臨時の総務会を開き、石破新総裁の下で新たな党役員人事を決定しました。党の要となる幹事長には、菅氏や二階氏らと近く総務会長を務めていた森山博史氏、党の意思決定機関である総務会のトップ総務会長には、麻生派の鈴木俊一財務大臣、 政策の責任者となる政調会長には旧岸田派出身で国防属議員として石橋とも親交のある小野寺逸典元防衛大臣選挙対応を仕切る選対委員長には総裁選をともに戦った小泉進次郎元環境大臣を起用する方針が正式決定しました後ろ盾となる副総裁には 石破氏に近い菅義偉前総理大臣を据える一方で石破氏と距離のある麻生太郎元総理を最高顧問に迎え入れるなど挙党体制を築いた格好です。